QM111 ファゴットは、ソビエト連邦の対戦車ミサイルである。QM111 は、グラオによる名称で、NATO コードネームは AT、AT-4 スピガットノイである。QM111 は、ミサイルの名称で、ミサイルシステムの名称は QK111 である。QM113 コンクールスミサイルシステムと、 QM111M ファクトーリアミサイルが装填された発射塔 QM111 はトゥーラ機械設計局によって個人が傾向可能で主力戦車を撃破できる次世代の反自動指令照準戦一致誘導方式対戦車ミサイルを生み出す目的で1962年から開発が始まった QM111 は QM113 コンクールスと並行して開発され、両者は大きさ以外ほとんど同じである。QM111 は1970年から配備された。ミサイルは陽気圏発射塔に入れられたまま保管運用され、簡素な三脚がついた QP135 発射装置から打ち出される。9S451 誘導装置箱は三脚に固定され、 その上に発射塔ごとミサイルを乗せる。九種百十九照準装置は発射装置左側に固定されている。すべてを装着すると発射装置全体で 22.5kg の重量がある。一っては、うつ伏せの姿勢で発射する。装置は時速 60km より低速で移動する目標に対して効果的である。 発射装置は360度旋回することができ、マイナス20度浮行することができる。照準装置は 10X 倍率で5度の四角がある。1分間に最大3発のミサイルを発射することができる。発射装置はガス発生装置を使ってミサイルを発射塔から打ち出す。コールドローン地方式であり、発射後のガスは無反動砲のように発射塔後部から排出される。 ミサイルは秒速80メートルで打ち出され、空中で固体燃料をロケットモーターに点火し、秒速186メートルまで急速に加速する。ミサイルは最大射程に達すると徐々に減速するため、目標に対して曲射しなくとも直接照準で発射できる。誘導装置はミサイルの噴射炎が発する赤外線を追尾し、目標とのズレを修正する。 用誘導船を伝って、ミサイルに適切に指令する。サクローズは、手動指令照準線一致誘導方式よりも多くの利点があり、複数の情報源によれば、システムの命中精度は90%とされており、BGM-71 等や、サクローズである QM-14 ューとか後期型と、同等の性能である。発射される QM-111 ソ連軍の、 対戦車小隊は、BTR を装備した自動車加速撃兵大隊,隊の、霊下に2つの対戦車ミサイル分隊で構成され、1個分隊に、月 QM111 ファゴット2組が配備された。QM111 は3人に1組で運用され、伊手が QP135 発射装置と三脚を、廃能に装備し、他の2名がそれぞれ発射塔を1本ずつ携行した。また、兵士は、 AK などの消火器を携行したが、RPG は持たなかった。なぜなら、RPG は対戦車ミサイルと違って危険な距離でしか目標と交戦することができないからである。通常の運用では、対戦車ミサイルの運用員は4発の予備弾を携行し、さらに8発の予備弾を b t r 6 0に搭載していた。ミサイルは、 BMP-1P や BT-R-D ユーズ -469 にも装備された。ありがとうございます。